お酒飲む場所とか、時間的なものになると、ね、コンビニでお酒買うときとかね、年齢変わったら、めっちゃわかる、めっちゃわかります、ね、千葉くんわかる、あ、わかる、どうしてんの、一つ解決策としては、おとりあえずジャケット着とくと未成年っぽくなくなるんですよ。そんな簡単に済む？いや、本当に全然違うんですよ。あの女性、あのベージュのジャケットとか、すいません、千葉くんなんか物申したいみたいで、はい、今も未成年に見えるよ、うん、ジャケット着てるジャケット着てるですか、うん、いやマジか、はい、ほら、この通り需要はあるよ。あ、じゃあ需要はある、需要は、需要はある、ね、確かに、うん、あ、確かに、だって前髪あそこまで上げてジャケット着てる人なかなかいないと思う。いませんよ。椅子マッチですよね、ちょっと。いや、それが可愛い。それが可愛い。それが可愛いね。